はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、なんと猫本さんがまたまた私の家に来ましてはい、押しかけております。なんか私が持ってるちょっとデリカ貸しなさいよということで、貸しなさいよと、なんかね、またいろいろ企んでるみたいなんでね、そこら辺を皆さんにご紹介したいと思います。ということで猫本さんよろしくです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、なんと休みの日にやってきまして、何をしようと私の何を、はい、うん、今日はですね、うん、まあ、前回山ちゃんの車に、はい、アッパーステイの2という、まあ、サードシートね、はい、折りたたみができるラクダにをつけさせていただいたんですけど、うん、まあ、その後IPF さんの方から、はい、サイドストレージパネルという、まあ、人気商品、なんかあれですよね、こうですよね、これすごい売れてるんですよ。めっちゃ人気ですよね、これ。人気、ね、ネットで見てても皆さん買った、つけたっていう、ね、そう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 、羨ましい限りなんですけども、そうまあ、これをつけたらラクダにつかないんじゃないのっていうご質問がありまして、うん、まあ、一部お客さんの方では同時についたよということで、うん、まあ、私の方からもですね、今日同時につきますよっていうご案内はさせてあげてるんですけど、はい、まあ、せっかくだから山ちゃんの車にもつけてみようと。つくよっていうところをですね、うん、一応アピールしてですね、はい、一緒に買ってねと。なるほど。いうことです。はい。これね、ほら、はい、私の車って旧型デリカじゃない？あ、旧型ですね。はい、新型とかにもつくの？あ、IPF さんもですね、新型旧型は共用になってるみたいで、うん、まあ、これ取説なんですけど、取説を見ると、うん、基本は新型ベースの、うん、まあ、取り付け方にか、書かれてます。はい。で、ただ旧型の方はラクダにもそうなんですけど、もうナットが溶接というか車側にナットが付いてるので、そうですよね。どちらかというと新型よりもシンプル。あ、簡単だ。もうボルトオンで止めていくと、うん、いうことなので、はい、まあ、ある意味 IPF さんも旧型の説明は、うん、ほぼ書いてないと。なるほど。いうことです。感じで。はい。まあまあでも問題ないやと。そう。ね、うん、お聞きしたら旧型はですね、グリップを止めてる、はい、まあ、純正のネジを使ってそのままつきますよっていうことを、まあ、IPF さんも言われてたので、うん、まあ、本当にまあグリップ外して、うん、まあ、これを付け直すということで、まあ、シンプルということだと思うんですね。はい、で、新型はちょっとクリップになってるので、うん、まあ、クリップを外して、まあ、ターンナットを入れてっていう、まあ、ラクダにも同じ作業があるので、はい、まあ、新型用はこの IPF さんの取説通りやっていただければ、つきます、はい。いいかなと。はい。いうことで。で、今日は簡単な旧型の方。うん、同時につけてみたい、やってみましょう。思います。はい。はい、ということで、猫本さんよろしくです。はい、で、IPF さんね、やっぱいろいろ考えられてて、うん、まあ、部品電数もすごくシンプルなので、はい、まあ、取説ポット見たんですけど、うん、非常に、つきます。すぐつきます。誰でもつきそうです。やった。はい。はい、これでもつけれる。つけれます。やった。大丈夫です。で、うん、今もうグリップこれ、ね、今ラクダに外したんでグリップないですけど、はい、まあ、この状態にですね、うん、IPF さんで言うと、うん、1番、ブラケット。こうですね。まあ、ここへ、こういう風につけていただく。なんかもう。もうついちゃう。もう俺でもできそう。そうですね。うん、で、今回は、まあ、ラクダにとも締めしますので、うん、まあ、ラクダに入ってる構成部品をちょっと使おうと思ってて、うん、ラクダには、うん、この平ワッシャーと、はい、M5 の黒いボルトが入ってますんで、はい、イメージとしては、ここに内装の段差があるので、はい、まあ、この、ワッシャーで一段かさ上げをして、うん、プレートを止めていくと。なるほど。いう形になります、はい。はい。ちょっと同時にやらなきゃいけないんで。うん、まあ内容としてはですね、まあこう、二重に重なりますよっていう。ああ、そうね。まあこういうふうに取り付けすれば、両方つくよっていうことなので、うんうんうん、まあこれが最終的に製品同士、干渉しなければ、はい。OK と。なるほど。いうことです、うん。なのでちょっとつけてみたいと思います。はい。なので。まあ、こういうことですよね。こういう二重につくよっていうことなので。はい。よいしょ。よいしょ。頭が入れば。やだ！こうですね。はい、はい。ほら。ほら、もう。ああ、もう入ればね、あとは閉めるだけ。もう閉めるだけ。まあ、こう二重につけていただいて。うん、はい。ギュッ、ギュッと。ギュッ。はい。はい。まあ、これでですね、まあ、二重につくよっていうことは、分かっていただけたと思うので、うん、はい、次にストレージパネルをつけに行くんですけども、うん、まあ、実際ストレージパネル、これ下側に金具があって、はい、これもよく考えられて、これ引っかかるようになってるんですよ。おぉ、ほんとだ。なんで、このガラスの奥にですね、うん、こうやって引っかけると、落ちないようになってると。なるほど。なんと素晴らしい、IPF さんの設計が素晴らしいので、素晴らしい。で、上はここに引っかかると。あ、かかるのね。もうこういうふうに、こういう、止め方としてはこういう形なので。はい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 、はい。で、本来はですね、うん、これ両面テープが。ああ、そうですね。両面テープあります、ね。うん、まあこれ幅を合わせて、一回仮組みして幅を合わせたら、まあテープで止めるか、うん、もしくはこのネジ穴も用意されてるので、はい、まあ穴開けていい方は、穴で。タッピングで、
止めていただくっていう流れになってます。はい。はい、じゃあちょっとプレートをね、ちょっと今日は仮組みなんで一回つけてみようと思います。はい。で、こっから先はね、IPF さんの工具がいらないので、嘘。もうね、ノブボルトが。すごいね、IPF さん。で、ちょっと。これでね、ここで締めに行くだけなんですよ。IPF さん、ちょっとこれは。いや、さすがね、IPF さん。素晴らしい。ものづくりもしっかりしてるし、ね、取り付け方もね、いろいろ工夫されてるというか、ね、そう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 、ボルトオンで、そうそう、ほら、うちら IPF さんってこうね、ランプメーカーみたいな、はいはいはい、そうなんですよね、うん、感じはしますけど、IPF さんの元々スタートってこっち系だったっけ、あ、そうですよね、あそこもあの板金屋さんですよね、あの市川プレス工業さんっていうお名前だったと思うんですけど、元々確かそうですよね、 それがあの頭文字で IPF さんになってるので、そうそうそう、元々あの鋼金属関係が過去がね、あのそう得意な、得意で、そうなんですよ、まあ、社内もいろいろ設備を持ってらっしゃるってお聞きしてるんで、うん、まあもう得意な得意中の得意。得意ですよね、こういうのね。そう。そう。だからここ最近、ここ1年ぐらいですかね、こういう、板金物の商品もね、出し始めて。そう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 。そう、うちらで言うとね、もうランプみたいな。そうそうそう。スーパーオフロードですよ。懐かしの。懐かしの。まあ、最近はでもランプ類もね、あの、まあ、なかなかフォーランプは難しいんでしょうけど、ワークランプなんかね。ワークランプいっぱい出てるもんね、いいのね。ワークランプとあの、いいの LED のあの、そうそう、バードタイプとかね、もう今目新しいものが。いっぱい出てるし。出てる。あ、すごいね。これで終わり？できました。早っ！まあ、今日ね、テープ止めてないんで、うん、あれですけど、うん、もうこれで。早っ！同時装着可能。素晴らしい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 。もうあるじゃん、撮影終わっちゃう。ちょっとね、反対側もつけて、そうですね、バーまでやってみましょう。ちょっとお待ちください。はい。はい。はい、ということで、猫さん。はい。着いたじゃないですか、完成です。早っ。早っ。いや、あの、IPF さんのもね、あの、非常に取り付け楽だもんですから、うん、まあ、あっという間にもう右も左も取り付けできまして。うん、もう IPF さんの楽だに。楽だに、はい。IPF さんのコラボ商品のような商品楽だにっていう。感じで今アッパーステージ2の方もね、はい、あの元に戻しましたんで、全然普通に何も問題なく、まあ、プレートがね二重になってますけど、同じまあ黒と黒ですし、うん、まあ、取り付けボルトも、まあ、うちのを使っていただいても、うん、IPF さんの使っていただいても、うん、あのどちらでも取り付けできますし、うん、あのまあ、取説見させていただきましたけど、新型の取り付け構造もうちと、まあ、ほぼ同じなので、うん、まあ、同じように新型も重ねてつくと思いますので、うん、やった、ほら見てくださいよ、こんな感じで、ほら綺麗、そう、素晴らしい。側面は、うん、IPF さんのサイドストレージパネルで荷物をいろいろ積んでいただいて、うん、ルーフはルーフでラクダニーで荷物を積んでいただくという。だからこれでルーフの上も、ええ、まあ要は室内のルーフの頭の上も使えて、使えて、ガラス面のこの空いたところにも物が引っ掛けられる。引っ掛けられる。あら、一石二鳥。素晴らしいじゃない。はい、だどちらを先に買っていただいても後から増やせると、はい、いうことなので、なるほど、ぜひあのまあ。荷物をね、たくさんユーザーの数、そのユーザーの方には、両方、買っていただきたいと。うん、これ、スタートシートね、折りたたみできますから、うん、そうそう、IPF さんのも当然折りたたみできるので、うん、まあ、こういう形ですよね。あの、同時装着しても、折りたたみはできますよ。あ、本当だ。ラクダニーさん、言われてた、跳ね上げできるんですか？そうです、そうです。跳ね上げできる。ファーステード2は跳ね上げが可能です。なるほど。はい、素晴らしい。見てくださいよ。もうこれで、まあ、日頃ね、あの跳ね上げときたいっていう人は跳ね上げてればいいし、そうです、あのシート使うよっていう人はシート使ってもらえれば全然 OK なんで、そうですね、はい、ここまで見てもらったらもう、はい、両方セットで買ってください、はい、買ってねと、はい、いうところでございますね、はい、よろしくお願いします、はい、ちなみにこうラクダニーは、はい、なんか他に新しい製品とかない？あ、新しい製品ですか、うん、あのこれもちょっとご紹介しようと思ってたんですけど、はい、あのまあラクダニーを発展させるオプション、うん、ということで、はい、あの、まあ、こういうルーフを、今、このバーが2本しか通ってないんですけど、そうですよね。まあ、ここをちょっとトレーみたいにね、うん、あの、するものを、ちょっと用意をしようと思ってます、うん。あ、なるほど。